カカ、通信スクリーンにローエングラム校が現れました。全帝国、全同盟に向けて何か演説するようです。わかった、すぐ行く。テロリストどもによって皇帝エルウィン・ヨーゼフ陛下が拉致されたことを正式に認める。先刻陛下のご所在と陛下を誘拐し奉った不埒な犯人どもの正体が明らかになった。その犯人は旧体制下にあってフェザーン駐在の高等弁務官として私腹を肥やし続けたヨッフェン・フォン・レムシャイドを首謀者とする旧門閥貴族の一党である。キャツラは自由惑星同盟を戦勝するハントどもの中に逃げ込み、不定にも亡命政権の樹立を宣言した。私はここに宣告する。不法かつ卑劣な手段によって幼年の皇帝を誘拐し歴史を逆流させ、ひとたび確立された人民の権利を強奪しようと図る門閥貴族の残党どもはその悪行にふさわしい報いを受けることとなろう。彼らと野合し宇宙の平和と秩序に不定な挑戦を企む自由惑星同盟の野心家たちも同様の運命を免れることはない。誤った選択は正しい懲罰によってこそ強制されるべきである。罪人に必要なのは交渉でも説得でもない。彼らにはそのテーブルにつく資格もなく意思もないのだ。ただ力のみが彼らの暗きを開かせるだろう。今後どれほど多量の血が流されることになろうとも、責任は挙げて愚劣な誘拐犯とその共犯者とにあることを明記せよ。